三三は、囲碁用語の一つで、五番上の位置を指す言葉、五番の隅から数えての地点。布石の段階で、隅の着点として単独で、打たれるほか、正や高め、目外しなどくらいの高い着点に対する隅への侵入手段として打たれることも多い。単独の着点としての三三は、一手で確実に、実利を確保して足早に変などへの展開が図れる、利点を有する。 反面性や小目に比べが低く、上からの圧迫を受けやすいため模様の発展性には、欠ける面がある。小目などに比べれば変化が少なく紛れにくいため、実利派のアマチュアには好まれる着点でもある。三3は一手で隅を完全に確保しているため、ここからの締まりかかりは、小目の場合ほどに急がない。締まる場合は状況により数 AD などへ展開する。 かかる場合にもこれらの点にかかる時が多く、黒は大変の一見、桂馬などに受ける。最も多い三々へのアプローチは、E の片付きで、位の低い三々の弱点を直接にとがめる手である。特に三々から両翼の辺に展開された場合、模様を消す意味で、片付きは急がれる弱点となる。片付きした場合の基本定石を示す。 黒は隅に固く十目ほどの地を確保するが、勢力は白に奪われることになる。白は左辺を重視する場合、白5に抑える手もある。7まで一段落。現代以後の布石の腹型である星の最大の弱点は三々であり、単独で入られた場合は数のように生きられてしまう。上記は黒の星に対して白が他に石がない単独の状態から、 三三入りした場合の定石である。周囲に、係りがある場合や開きがある場合など、状況に応じて、三三入りが有利か不利かは変動する。そのため、いつ三三入りするか、いつ三三入りされないように守るかが星の布石の重要なポイントとされてきた。以前は、布石の初期段階で星に、すぐに、三三入りするのは不利であると考えられてきた。しかし2016年に登場した。 人工知能アルファゴは、極めて早い段階での3、3入りを活用して、トップ騎士に勝利を収めており、評価が変わりつつある。アルファゴは、敵を固めることを避けて、上手の白8から10の羽根継ぎを保留するケースが多い。実利のみならず、根拠を奪って黒を攻めることを目指している。こうした発想を、人間の騎士も取り入れており、井山優太を、はじめ多くの騎士が、 早期の三々入りを打つようになった。この手法はダイレクト三々と呼ばれ、ここから多くの定石が生まれている。以後の歴史の初期に隅への着点としてまず発生したのは古目であり、室町時代後期から江戸時代、明治時代にかけては三々はほとんど帰り見られなかった。特に本因坊家では三々は禁酒とされており、 その他の打ち手が打つ場合にも相手への挑発的な意図を込めて打たれるケースが多かったとされる。記録に残っているものでは、1838年の本因坊秀和安井山地戦で9手目に周馬が秋炭に星へ打ったところ、10手目に山地が残りの秋炭の三三へ打っている。長らく一人前の着点とみなされていなかった三三に光を当てたのは合成限で、 一手で隅を打ち切って、変異の展開のスピードを重視する手法として、これを多用し、布石の考え方に革命を起こした。特に1933年、本因坊秀才との対戦で、三三、聖、天元を連打する大胆な布石を披露し、大きな話題を呼んでいる。その後1960から70年代にかけては、坂田坂を、石田義吉らが二隅三三を打つ。 ローサンさんの布石を駆使して、好成績を収め、流行の着点となった。しかし布石において中央への発展性を重視する傾向が強くなる中、三々は徐々に打たれなくなった。三々は思考あるいは特殊な状況での着点という認識が強くなっていた。しかし、AI の出現以降は、この認識が変わり、空き隅への三々がプロの間でも多く打たれるようになっている。 衝撃、アルファゴの事故対戦50曲、2017年7月16日閲覧、ありがとうございます。